ポアンタピートルは、ショーアンティル諸島にあるフランスの海外圏グアドループに、あるコミューンである。グランドテール島西部に位置する。道県最大の都市であり、また、ポアンタピートル軍の軍庁所在地となっている。道県の主要国際空港である、ポアンタピートル国際空港は、ポアンタピートル市街地より 3km 北に離れた、レイコールザビームにある。グアドループの首都がある。 バステール島とグランドテール島の接合点という理想的な位置にあり、フランスの植民当局はポアンタピートルに都市を建設しようとしたが、1713年から1730年にかけて行われたいくつかの試みは、健康的に良くない湿地の土壌のために次えた。イギリスによるグアドループ振興期に湿地を見渡す高台に建設された入植地が唯一のものである。 1763年にクアドループがフランスに返還された後、ガブリエル独流長官の下で1764年に王直令によって都市ポアンタピートルが正式に創立され、現在ポアンタピートルのダウンタウンがある湿地は排水された。こうしてポアンタピートルは都市的発展を遂げることが可能となった。ポアンタピートルの都市的発展はフランスの海賊船によるところも、 少なくない。不幸にも1780年に大火がポアンタピートル全域を覆った。63年後の1843年には今度は地震によって壊滅的被害を受けた。ポアンタピートルの歴史には幾多もの災害が爪痕を残している。1850年、1871年、1931年の火事、1851年、 1897年の地震、1865年、1928年のハリケーンである。これらが蔓延したことも何度かある。それにもかかわらず、ポアンタピートルがグアドループの最大都市となり、経済的発展を遂げたのは、地理的好条件と避難校な存在のためである。ポアンタピートルの位置ありがとうございます。